越前一向一揆は、天正年間に、越前国に起きた一向一揆のこと。天正2年に、越前国で発生した、富田長重げ石山本願寺と結託して、一向一揆となった、土一揆との戦いと、天正3年8月から9月にかけて行われた、織田信長隊一向一揆の戦いとに区別して、解説する。天正元年8月。 織田信長の越前信仰により、朝倉義景は攻め滅ぼされ、朝倉氏の旧審の多くが信長に降伏して、侵入することにより、丘陵を安堵された。信長は、朝倉攻めで、同案内役を務めた、桂田長利を越前、守護代に任命し、事実上、越前の行政、軍事を担当させた。しかし、朝倉氏の中で特に重臣でもなかった長利が、 守護大に任命されたことを他の朝倉市球神は心よく思わなかった。特に富田長重などは長年と朝倉家臣時代からの犬猿の中であったため、長年を敵視するようになった。さらに勝良田はこれら元同格の者たちに対して無礼で尊大な態度を取ったため、天正2年1月、ついに、 富田長重は長年を滅ぼそうと考え越前中の村々の有力者と談合し、藩勝田の土一揆を発生させた。1月19日、長重は自ら一揆衆の大将として出陣し、一条、国城の攻略に取り掛かった。城主、勝田長年はこの時失明していて指揮が取れず、さらに一揆の兵力が3万以上と大軍だったことや、 長重の復讐であるケアイノシの活躍もあり、刺したる抵抗もできないまま討ち死にした。息子の新七郎ら一族は場外に逃亡したが、翌20日には捕捉されて、皆殺しにされた。一騎衆は1月21日には信長が、府中の旧朝倉と佐志川に置いていた三人の武行を、木下助久、津田玄花、三沢秀治を攻めたが、暗居経験が間に入って、 朝廷をしたためは僕。三人は越前を出て、岐阜に向かった。一月二十四日、長重はさらに作望を巡らし、桂田成敗の縁を開くと称して有力者である、ウオズミ・を、自らの居城である龍門事情に招き、次男のウオ彦ミ・郎をもろとも暴殺した。翌日には、戸羽城を攻めて、ケイの嫡男・彦三郎も討ち取って、 魚住一族を滅亡させた。しかし、敵対関係になかった、魚住一族をむやみに滅亡に追い込んだことで、一騎衆の長重に対する不信感が生じたという。加えて、同時期、長重が信長に対して、自らの越前死後任命と引き換えに実定を、人質を差し出して供順するとよしみを通じたという風文が立ったこともそれに拍車をかける結果となった。そして、 一騎衆は、長主と手を切り、加賀国から一向一騎の指導者である、七里頼近や杉浦玄人を招き、自制力の首領とした。杉浦玄人は傍観でありながら、越中において総大将として、一騎軍を率い、上杉謙信と戦った武将であった。尻水坂の戦いでは謙信に敗れたが、五福山や日宮城で上杉方に勝利を収めていたほか、 朝倉義景とも戦っており、実績も十分であった。一期州の中に相当数の浄土、新州本願寺教団の門徒がおり、彼らの意見が通ったのである。こうして、富田長重を対象とする、土一期は、そのまま、七里寄地下を対象とする、一向一期に変貌した。2月13日、一期勢は先制攻撃をかけ、長重の家臣である。 マ井陣内女が守る片山館、ケアイノシスケが守る旧朝倉戸佐シ館などを攻略、二人を滅ぼした。2月16日には長重も反撃にで、小山河原の一騎勢3万をわずか700の兵で敗走させている。翌2月17日には長重は、府中の町衆や一向一騎の指導的立場にある、浄土新州本願寺派と対立する新州高田派。 新州三門と波頭と手を結び、北の省城のダッシュを狙い北上。対して、七里寄近下と杉浦原人も、長重を撃つべく、北の省方面より集められた。一騎勢五万人を差し向け、両者は浅水のあたりで激突した。この時、長重勢は、一騎州より兵力では、圧倒的に劣勢であったが奮戦して、一騎勢の戦方を崩壊させ、改装する。 一騎勢を散々に打ち破った。ついで17日夕刻、長重は、朝水の合戦に参戦せず傍観していた、暗居経験、朝倉影田ネらを敵対者とみなし、彼らの夜長泉寺山の砦に攻撃を仕掛けた。しかし、一騎衆との合戦の影響で疲弊した長重勢は、差したる戦果を上げられなかった。長茂は、翌十八日に再度総攻撃を下示したものの、 無謀な合戦を強いる長繁に対して、配下の不満と不信が高まり、18日早朝からの合戦の最中、長繁は、配下の小林義隆に裏切られ、背後から鉄砲で撃たれて、内ちに、長繁勢は瓦解した。その首は19日、一騎軍の司令官の一人である、杉浦玄人の陣に届き、竜沢寺で、首実験が行われた。またこの日、一騎勢は、 白山信仰の拠点であったと原寺を降伏させて、味方につけている。4月に入ると、一騎衆の攻撃は勢いを増し溝江城を落城させ、溝江影市と、溝江町一ら溝江市一族は、射程の御高氏自弁坂へ、名演坊委員会、総生坊、東前寺秀勝及び小泉東西門、藤崎倉之助、市川佐助らと共に自害して果てた。 4月14日、一騎勢は、戸橋新鏡の巨城である岩間城を攻撃。心境は城を捨てて平泉寺に立てこもったが、平泉寺は放火されて、首都も壊滅。心境は、逃亡を図ったものの、最後は、わずかな家臣と共に敵中に突撃、討ち死にした。5月には、小田城の小田影綱を攻撃する。月も奮戦したがであったことからに、常時で、 家臣を見捨て、妻子だけを連れて、鶴賀に逃走した。こうして、朝倉急進団は一向一揆に通じた、暗居経験、朝倉影種など一部の省を除いて、ことごとく滅ぼされ、越前も加賀に続いて、百姓の持ちたる国となった。この結果、信長は、越前を執管することになった。しかし、当時小田氏は、武田氏、長島一向一揆、 大阪の石山本願寺など他の敵対勢力との交渉に暴殺されており、すぐに湿地回復のための討伐軍を派兵することは不可能であった。ところが、七里より地下や新しい越前の領主として石山本願寺から派遣された下妻よりら傍観の政治は、越前の豪族や自社勢力、領民の期待に沿うような前世ではなかった。下妻らは、 自らの尻死欲を満たすため、小田氏との臨戦体制下であるという大義名分の、元、桂田長都市以上の重税や不益を彼らに課した。このため、下妻らの統治に不満を抱く層による一気内一気が発生。一気税は内部から崩壊し始めた。前日の通り、県与が越前、死後として派遣した下妻よりてる野王の軍事の杉浦原人。 明日は軍事の下妻よりとし、府中軍事の七里より力を追う坊ずらは、討伐した朝倉四九神の領地を独占し、さらに、織田軍との臨戦体制下にあると称して、重税や過酷な不役を越前在地の国人衆や民衆に課すなど悪性を敷いた。このため、越前における天大衆や新言衆らが反発し、新州高田派をはじめ国人衆や民衆、ついには、 越前の一行門戸までもが反発。天正3年頃から一騎衆は内部から崩壊しつつあった。一方、信長はこの年から両国全域で道路や橋を整備するなど各地での戦いに備えていた。そして5月には武田勝頼との合戦に対象、余裕の生じた信長は越前の一行一騎の分裂を後期と捉え、越前への進行を決める。 信長は8月12日に岐阜を出発し、翌13日に橋場秀吉の守る小谷城に宿泊。ここで小谷城から兵糧を出し、全軍に配った。14日、小田軍は鶴ヶ城に入った。一騎勢の配置は以下だったという。このほか、最国の一騎勢も加わっていたという。8月15日、風雨の強い日であったが、織田軍は、 平を越え、越前に乱入した。信長率いる織田軍は三万余り。武将は、佐久間信森、柴田勝家、滝川和松、橋場秀吉、明智光秀、庭長秀、笹成政前田利家、柳田広政細川藤高、花輪直政、蜂谷頼高、荒木村重、稲葉吉道、稲葉貞道、宇治家直重、安藤森成、 磯野和正、厚地貞行、厚地忠次大、不和孝治、不和直光、武藤清秀、神戸信隆、津田信澄、織田信兼、北畠信を、金森長近、原長寄りが動員された。また、軍勢の最前列には、越前州の内房間の悪政に反発し織田勢に、寝返った国人や浪人、州都が配置された。これと合わせて、会場からは、 水軍数百層が進んだ。若狭の、あわやこしなか守る、いつみしゅんり、あわややし内藤筑前、熊谷伝左衛門、山形下野守る、白井、松宮、寺井、香川、旗田、そして、丹後の一式吉道、矢野、大島千島守る、桜井豊前守るが動員された。これら水軍は、浦や港に上陸し、あちこちに放火した。 対する一行一気側は、遠京寺勢と若林長戸上親子が攻撃してきたが、橋場秀吉、明智光秀が簡単に打ち破った。橋場隊、明智隊は200から300人ほどを打ち取ると、彼らの居城である大雷津、杉津城及び海岸の新城に乗り込み、焼き払った。打ち取った首はその日のうちに、鶴ヶ野信長に届けられた。 この日の夜、小田勢は、府中流門寺に野衆をかけ、近辺に放火した。背後を攻撃された、木目峠、八部世城、今木、町城の一期勢は驚き、府中に退却していったが、府中では、橋場秀吉、明智光秀が待ち受けており、二千余りが討ち取られた。この時、八部世城に寄った、杉浦原人は討ち死に、上昇の阿波賀三郎を。 与蔵兄弟は降伏して、許しを求めたが、信長は許さず花は直政に命じて殺害した。8月15日、織田軍は杉津城に攻撃を開始する。この城は、大塩園教授と堀江影忠が守っていたが、織田の大軍が来襲してきたことを知ると、影忠は森田三左衛門や堺図書助らと共に内容して、織田勢に寝返った。これを受けて、 板取城の下妻よりとし、城の下妻よりてる、そして今城の七里より近は逃亡。一向一騎指導部は完全に崩壊し、一期州は組織的な抵抗が不可能な状況に陥った。16日、信長は馬回りをはじめとした、兵一万を率いて、鶴河を出発し、府中龍門寺に布陣すると、今木に福田三河守を入れて通行路を確保させた。 下妻よりとし、下妻よりてる、千秋寺の十字らは、越前の山中に逃亡、潜伏したが、一騎衆の不利を悟って小田方に寝返った、暗居経験に殺害された。経験は、下妻らの子宮を持参して、信長に斜面を交うたが許されず、自害を命じられた。この時、経験の家臣の金子信介夫子、山内玄恵門ら三人が切腹して巡死した。 十八日、柴田勝家、庭長秀、津田信須の三人が、賭場城を攻撃し、敵勢五百から六百を打ち取って陥落させた。金森長近、原長よりは、美口から根を徳山経由で、大野軍に入り、杉浦玄人の軍を壊滅させ、数箇所の小さな城を落として、一騎集多数を切り捨て、諸口へ放火した。杉浦玄人はここで戦死したとも、 持ち伸びたともされる。一機は完全に崩壊し、一機衆は混乱の中取る者も,も、とりあえず右往左を往しながら山中へ逃げていった。しかし信長は殲滅の手を緩めず、山林を探し、居所が分かり次第、男女を問わず切り捨てよと命じた。一連の合戦において、一機衆は12,250人以上が討ち取られた。さらに奴隷として、 終わりや美濃に送られた数は3万から4万余に上るとされる。9月2日には一向一揆の味方をしたことを問われた。と与原寺が前山の焼き打ちを受けた。こうして越前から一向州は完全に駆逐された。また、1932年に小丸城跡から発見された河原に5月24日のと否定されるに、 前田利家が一期衆千人ばかりを貼り付け、釜腕にしたことを後世に記録しておく、という内容の書き置きがある。信長は、越前八軍七十五万国を、柴田勝家に与え、北野省城主に命じた。越前府中十万国は、前田利家、笹成政、不破工事に均等に与えられ、府中三人衆として、勝家の補佐、監視役を担った。また、 王の三万国は金森長地下に二万国は原長頼りに与えられた。また、信長は越前国を着てを作っている。こうして、柴田勝家を頂点とする織田家の北陸方面における支配体制が確立した。この戦いは織田信長の対象であったと同時に、改めて信長の部位を示す戦いともなった。また、この一件で、 石山本願寺中央からの指導があまり地方には深く及んでいないことも露見した。その後、隣国加賀の一行一揆も、天正8年までに、織田軍に一部を除いてあらかた討伐され、越前一向一揆の指導者で、唯一難を逃れて、加賀へ逃亡していた、七里寄地下もこの時処断されたという、ありがとうございます。